名前はズンダモン。ズンダの妖精なのだ。今日はチェブンブンが体験した怖い話を朗読していくのだ。元となるのは2022年にノートに書いた記事、概要欄にリンクを貼っているので、僕の朗読に興味がなかったらリンク先に飛んでみるのだ。それじゃあ読んでいくよ。人間やキハタ農業の餌になりかけた話、チェブンブン作、第0章、前書き。アムウェイが特定商取引法違反で6ヶ月間の取引停止命令を消費者庁から受けた。アムウェイといえば、いわゆるネズミ子に近いビジネスを行っていることで知られている。会員が友人や家族、職場の人にアムウェイの製品をおすすめし、やがて儲かる話があると仲間に引き入れる。それによりマージンを手にする。そして会員数を増やしていき、会社全体の利益を上げていくビジネスモデルだ。私はこれを人間やキハタ農業と呼んでいる。会員を増やせば増やすほど自分の手取りが増えるため、一見すると夢があるビジネスモデルに見えるが、実情、自分の周辺にいる人を消費することで成り立っている。基本的に我々の交流関係は有限である。そのためやがては会員に招く対象が枯渇し、大量の在庫を抱えて自滅する。まさしく焼き畑農業なのだ。非常に難しいビジネスなのだ。そして強者になると本屋やクラブ、オフ会に潜伏し、勧誘できそうな人と連絡先を交換し、アムウェイへと導く。アムウェイといきなり言うと警戒されるので、有効度を上げてから切り出すことが多いのだが、これは特商法違反となる。さて、勧誘をされた側からするととても不快な手法だ。なぜならば、自分を存在として見てもらえず、数としてしか見てもらえないからだ。これが親しい友人からだったらどうだろうか。一気に友情に亀裂が入るものである。マルティン・ハイデッカーが「技術への問い」の中で、自然をエネルギーとして蓄えようとする人類の活動に技術の側面を見出した。そしてコントロールする対象が産業革命以降、自然から人へと変わった。そこ結果、資本主義により人を数とみなして消費することが横行するようになった。数として扱われるようになった人は存在から見放されたものとなり果ててしまうのである。通常、存在から見放される瞬間というものは見えにくいが、ネズミ講のようなビジネスの場合、露骨にそれが見えるため不快感を抱かせるのである。さて、これから話す内容は、かつて愛した女性の家に行ったら一家全員アムウェイだった事件である。今まではアムウェイのビジネスが摘発されていなかったため、企業名を入れて表立って話すことはなかった。しかしこのエピソードは私に深くトラウマを与えたものである。この話を今回しようと思ったのは、親しい関係の人を数とみなした際の有害さについて語りたかったからである。アムウェイだけではない。カルトに始まり、多くの局面でこの状況を目の当たりにする。それは信頼関係を崩壊させていくだけではなく、存在として見放した瞬間に深く傷を残すものとなっているのだ。なお、このエピソードは話すと長い。前半は恋バナなので退屈かもしれない。本題のアムウェイ勧誘を受けた話だけ聞きたい方は第4章から聞くをおすすめする。概要欄もしくは動画内に表示されているシークバーから第4章に飛べるのだ。第1章、アムファタールとの出会い。今度バイトに来る子、フランス語できるらしいよ。当時私は映画館でバイトしていた。映画は好きだが、仕事となると別
物である接客に始まり、商品の補充、清掃と仕事内容は多岐にわたり、高校3年の冬から初めて見たものの、なかなかうまく仕事が進められない日々が続いていた。とはいえ、半年もすればこなれてくるものである。先輩に揉まれながらやってきて、ようやく後輩が入ってくる。しかもフランス語ができる女の子だ。期待を胸に彼女の姿を拝みたいと出勤を楽しみにしていた。彼女がフロアに入ってきた。その時のことを今でも覚えている。血が止まったのだ。恋愛映画において一目惚れ、お描く際にスローモーションになることがある。それは本物だったようだ。とてつもなくスローモーションで、なびく髪、優しげな笑み、華奢で洗練された仕草に心奪われたのである。恋の始まりであった。彼女とシフトが重なることはめったにない。自分が勤務していた映画館はいくつかフロアがあり、シフトが重なっていたとしても担当フロアが同じでなければなかなか会うことはない。だから彼女と同じフロアになった時には気持ちが高まった。若気の至りだろう。彼女に覚えたてのフランス語、例えばサフェロントンと言ってみたりした。その度に彼女は透き通った笑みを私に向けた。彼女は大学4年生だった。今思えば高校出たばかりのいきり大学生が子犬のように見えただけだったと言える。さてレイトショーが始まるとバイトは暇になる。商品の補充やパンフレットを事前に袋詰めする作業など細々としたものはあるが、基本的に暇だ。突発的な接客が発生する可能性があるので売店にいなければいけない。彼女と二人きりになる局面があった。大学の話をしてみた。彼女は大学でブルースとの失われた時を求めてお勉強しているとのこと。漫画版持っているよと私は彼女に貸した。彼女に振り向いてもらおうと超絶長い失われた時を求めてお日本語版ではあるが読み始めた。いつしか会うたびにフランス文化話で盛り上がるようになった。ここで驚くべきことを知る。それは私が留学で行く大学に通ったことがあるということだった。私の大学では2年生になると全員海外留学することととなっている。私はフランス、アンジェにある大学に行くことが決まっていた。そこに彼女は通っていたのだ。だから彼女とシフトが一緒になるのを常に渇望していた。そんな輝ける青春には終わりがある。彼女は社会人となるためバイトを辞めるとのことだった。どう会うことはないだろうと自分の瞳に焼き付けた。この時まだ知らなかった。ジェットコースターのように上昇し、そして深淵まで落とされる道が用意されていたことに。第2章、パリで破れた恋。銀座でお茶しない？留学を1ヶ月後に控えたある日、一本の LINE メールが私に届いた。彼女からだった。銀座のデンマークレストランで再会した。私ワーキングホリデーでパリに行くの。アンジェで会わない？彼女は着物関係の仕事についていたが、思い立ってフランスで仕事をすることにしたとのことだった。フランスの大学では12月に留学生による出し物大会が行われる。そこへ来たいとのことだった。楽しみにしているねと言って彼女は去っていった。フランス留学が楽しみになってきた。フランス、アンジェに着いてから数ヶ月が経った。週1月になると出し物の準備が始まる。日本代表勢、つまり私の大学からはキャリーパルパルのファッションモンスターのダンスを行うこととなった。私が歌って踊ることとなったのだ。キャリーパルパルのコスプレ衣装を
フランスに持ってきていた。さて、彼女から連絡が来た。アンジェで泊まれる場所探しているんだよね。自分は考えた。自分がホームステイしている場所には部屋がもう一つある。数日泊めれないだろうか。友人が来るのだが泊めていいだろうか。フランス語もできるし、泊めてもらった暁には日本食を作って食べさせてあげます。と論理的な交渉をしていたと思っていた。おそらくホストマザーは好きな子が来るんだね、必死だねと思っていたに違いない。彼女が1週間泊まることとなった。彼女は当然ながらアンジェに詳しかった。日本語学校に連れて行ったり、個人が運営するシネクラブにも連れて行ってくれた。大人は分かってくれない。レキャトルソンク、アナマイとなっているミニシアターでマイク、イーノ、ターナー、光に愛を求めて、を見た。そして私は踊った。ファッションモンスター。ナポレオン、ダイナマイトの彼のように。いや、それは失礼だろう。その遥か川行く踊りを披露した。私が、モンスター。エアフタ。しかし、彼女は笑ってくれた。面白かったよ。と言ってくれた。ホストマザーも、チェブンム、キレッキレだったね。と満面の笑みを浮かべた。余談だが、その夜、私は学校に閉じ込められ、ガチの脱出ゲーム、に巻き込まれた。その様子は当時のブログ記事、フランスで警察に電話しよう、マジな脱出ゲームに挑戦に書いたので、ここでは割愛する。さて、最終日、ホストマザーにすき焼きをご馳走した。夜も更けた。ホストマザーは私を呼び出して、彼女をバス停まで送ってやんなと背中を叩いた。この勘違い男には運命の赤い糸しか見えていなかった。恍惚の境地にいたのだ。これが告白のタイミングなのかもしれない。夜の道、静けさが包み込む並木道を歩く。どのように切り出すかと悩む。時間は20分もないだろう。タイムリミットは刻一刻と迫る。残り10分。9分8分。日本にいる時、男友達から月が綺麗ですねと言われたんだよね。あれってどういう意味だと思う？夏目漱石が I love you を月が綺麗ですねと訳した都市伝説だろう。キザな告白なのだが、どうしてこのタイミングで？文学部の彼女が知らないはずないのだが、その言葉は何を指し示しているのだろうか。頭が真っ白になった。なんだろうね。と返すのに必死であった。お察しの通り告白することはできなかった。私は強い後悔をした。帰国前にリベンジしたくなった。12月末、年末で浮かれるパリ。私はノートルダム大聖堂で彼女と待ち合わせをした。友人の個展を見に行くと語る彼女に同行したのだ。これが最後のチャンスであろう。別れの間際、ポンヌフの恋人に出てくるメトロの地下道、別れ道で私は告白した。彼女は笑みを返した。その晩、LINE に、友達としてならいいよ。と回答が送られてきた。わかっていた。社会人と生きり大学2年生とでは釣り合わないと。こうして私の恋愛に終止符は打たれた。確かに終止符は打たれた。しかし、これは悪夢の序章であった。第3章、結婚式二次会で血だらけになる。私はすっかり彼女のことを忘れていた。帰国後はゼミに論文に就職活動と怒涛の大学生活を送っていた。私はメーカーに就職が決まった。卒業まで1ヶ月に迫るある日、彼女から LINE が届いた。実はフランス人と結婚することになりました。ブンブン君は機械強いよね。二次会の音響頼める？どんな人と結婚したのか気になった。なので2つ返事で了承した。しかし、こういう騒な私にとって知り合いがバイト時代の先輩一人
しかいない式場なんて地獄でしかない。全く知らない彼女の知り合いとおぼしき人と会話しなければいけないのだ。当然ながら上記のエピソードは話せるわけがない。数万円という大学生にとっては決して安くないお祝儀を渡す。しかし花婿は会場に来なかった。急に体調が悪くなり二次会は欠席するとのことだった。しかもスライドショーが始まるのだが、音響ブースからは一切スクリーンが見えない。彼がどんな顔をしているのかは影から少し見えるだけなのだ。結局花婿とは会えず、技術者としてお金を払って参加しただけの会となった。精神は血だらけとなった。社会人になり数年となるが、コロナ禍もあり知り合いの結婚式や二次会に参加したのはこれだけである。最初にして壮絶な会であった。第4章ハムウェイって知ってる？それから数年が経った。もう彼女のことは忘れようと思った。母親からも会うのやめなと言われた。しかしハムファタールの物語にいるとき、運命へ見抗うことはできないものだ。二度あることは三度ある。三度目の新参が訪れた。お察しの通り、トリガーはいつだって一通のラインである。子供を授かったとの連絡であった。会うことになった。ひょっとしたら花婿とも会えるかもしれない。先に結論を言おう、今回も会うことはできなかった。どうも花婿はフランスにいるらしい。カフェでパフェを食べた。フランス映画の話で盛り上がった。うち来る？渡したいものがあるし、兄と友人がちょっとした見せ物をやってくれるよ。私は軽い男であった。興味本位で家に上がり込んだ。家はがらんとしていた。彼女は家で開けてねとプレゼントを渡した。応接まで座っていると兄と友人が現れた。友人はビジネスパートナーらしい。ウイスキーを見せていくらで売れるか話し合っている。どうやら2人はインドネシアを拠点にビジネスを展開しているらしい。さて役者は揃った。彼女は口を開けた。そしてあのフレーズを詠唱した。ねえアムウェイって知ってる？うん、知っている。私の脳裏にはアムウェイの仲間に引き入れるフローチャートが浮かんだ。どの道を進んでもデッド、エンド、トナラのフローチャートが。しかも気がつけば私は部屋の隅、全員がアムウェイ関係者だ。アムウェイ一家だったのである。袋のネズミだと気づき、精神に冷や汗がたぎる。しかしそれを悟られては鴨にされること間違いなしだ。私は刹那であらゆる可能性を模索したドクターストレンジのように試作を巡らせた。そして鍵を見つけた。実は私はアルバイトで渋谷のアムウェイに出張用のチケットを届けたことがある。アムウェイの営業はせいぜい1階のミーティングフロアしか使ったことはないだろう。オフィスの内情なんて知らないだろう。うん、知ってるよ。オフィス入ったことありますか？さすが外資の会社って感じですよね。映画に出てくるような広々とした空間に個室がある感じ。君詳しいね。じゃあ洗剤使ったことある？見せてあげるよ。彼女は実演を始めた。皿を持ってきて、そこに油のようなものを垂らして手出す。専用の洗剤を使って洗うというパフォーマンスだ。これがあまりに下手でげんなりした。汚れが全く落ちないのだ。今まで完璧な女性として眼差しを向けていた。ある種信仰となっていた。それが瓦解した瞬間であった。はっはっは、まだ始めたばっかりだからね。うまくいかないこともあるよ。兄のビジネスパートナーはこう語った。目の前には精神が鮮血で塗りたくられた私がいることに気づかず、兄はどうやらアフィリエイトサイトを作ろうとしているらしいのだが、 Google AdSense の審査に通らないらしい。君映画ブロガーなんだ。月いくら稼いでいるの？うちのアドバイザーにならない？畳みかけるように質問の銃弾が注がれる。システムの悪魔、お前に私は手任せの回答をつなぎ合わせる。早く帰りたかったが、なかなか帰るタイミングがない。
絞り出すようにこの呪文を詠唱した。私は解放された。道でプレゼントの袋を開けた。ハムウェイの歯磨き粉と歯ブラシだった。私は高円寺の映画バーに逃げ込み、マスターに慰めてもらった。私はその時のことを鮮明に覚えている。自分の中で彼女が完全に死んだこと、数ヶ月にも及ぶ精神の傷がそれを分からせたのだ。彼女は囚われの女なのか。いや、囚われていたのは私であった。第五章エピローグ。今となっては私の持ちネタとして会う人に披露している。これはかなり強力なエピソードとなっている。例えば中学時代の友人と久しぶりに会った時には真っ先にこの話をする。すると意外とアムウェイってそんなことしているのと反応をもらう。よくアムウェイの製品は悪くないと言われるが、本質はそこではない。最初に企業名を言わず、にじりより突然人間やキハタ農業の対象としての眼差しがあらわになる。そのアプローチを規制していないことが問題なのである。このように精神が血だらけになる人が現に存在するのだ。また今は令和である。昭和の精神論営業が古臭いものとなり、勧誘ではなくマーケティングを行い、自然とそのサービスを使いたいと思うように誘導するビジネスを行わなければ信頼を失う時代となっている。ただこのエピソードにおいて私は罪を背負ってしまったかもしれないということが一つある。この事件から1年後、 LINE でバイト時代の先輩から彼女の連絡先を教えてほしいときた。先輩は結婚し、ママ友同士情報共有しようとしているようだ。彼女は危険だということはできなかった。連絡先を教えてしまった。子育て歴で言ったら彼女の方が先輩である。ひょっとしたら先輩は彼女の餌食になってしまっているかもしれないと考えると背筋が凍るのであった。終わり。どうだった？面白かった？よろしければ高評価チャンネル登録お願いなのだ。モチベーションにつながるのだ。それじゃあまたなのだ。